こんばんは。こんばんは。5周年コンサート来てくれた方、見てくれた方、ありがとうございました。そう、ちょっとね、時間なくてメールが送れなかったんですが、って感じです。すけさん、くす玉、おいでませ元気さん、くす玉タワーありがとう。ひなたさん、ゆうきさん、ぽぽさん、中野さん、ありがとうございます。もうポニーテールが限界です。サービアすぐ見つけられた？本当ですか？そうなんですよ。そう、今日はポニーテールです。今日はというか、まあいつもですけどね。なんかさら、普通に考えてなかったけど、よく考えたら、あの上手が今日めっちゃ多くて、その下手がね、少なかった。よく考えたら、いでませ元気さん、ありがとう。ございました。ピラシさん、セリアさん、お疲れギフト。ゆうちゃん、5周年おめえ。まさひろさん、朝香さん、ありがたわ。
下手はね、なんかよく今なんか、うん、そのリハの時とかは思ってなかったっていうか考えてなかったけど、なんかやってみたらめっちゃ多いなと思って。そう、初めてトロッコ乗ったんですよ。非全力で初トロッコでした。初めてトロッコに乗りました。ほのたんとの絡み面白かった。でもね、最初サングラスデイズの時に矢野さんがなんかちょっとうるっと鍛えて、その顔で目が合って、サラも泣きそうになった。めっちゃ泣きそうになった。それが恋の始まりが矢野さんと二人だったんですけど、歌割りがね、その時も泣きそうになった。そう、ST自体ね、トロッコが普段ないから。朝香さんありがとう。ごありがとう。マイキさんありがとうございます。そこ周年コンサート、延期になったけど無事に。そう、延期になってね、こんなすぐにできるとは嬉しかったですね。なんかでもいつものコンサートよりもめっちゃあっという間に終わったんですよ今日。うん、なんかめっちゃあっという間でした。めっちゃ早かった終わりが。なんでやろう、時間短かった。そんなことはないかな、いつもそんなことはないと思うけど、めっちゃね早かったんですよ。
4周年な、なんやろ、分からんけど、めっちゃ あっという間でしたね。これもある、カープユニ、ユニフォーム。そう、これね、途中で脱ぐかと思っとったよ。そしたらまさかの最後までこれで、これでしたね。そう、脱ぐのかと思っとった。映像抜かれてた？あ、本当ですか？そう、映像はね、もうまだ見れてないというか、どういう感じで映っとったか全くそう知らないのであれなんですけど、なんだっけ、カメコ STU だっけ、 STU カメコ、カメコ STU、カメコ STU か。スイッチは絶対さらけ欲しい。そんなに映っとった？そう、全然その画面に映っとったかどうかを知らない。そう、見れてないから。そうそうそう、全然分からんけど、ネタ映ってた？それは良かったです。そう、今日はあのタンポ、最初がねタンポポ衣装ではあったんですけど、あのタンポポ衣装でもちょっとあのベレー帽をね、あの絶対ってわけではないので、ポニーテールを優先して、他の、で、あ、そう、今日初めてあの出たんですけど、あの衣装、新衣装、パフォーマンスのあの新衣装のがめっちゃ可愛いんですよ。紫のやつ、春夏秋冬でそう着て出たやつ、そうツイードの衣装なのなんですけど、でしかもこれがなんかね、髪飾りを自分で選べるみたいな感じで、なんか色、なんか3種類ぐらいのあのリボンをで、あの衣装さんにこういうのがいいですって言ってたら、めっちゃ可愛いリボンを、あ、全然見えてない、めっちゃ可愛いリボンを作ってもらってたんですよ。だからこれもあって絶対ポニーテールがいいと思って、そうベレー帽は今日はさよならしてそう今日はさよならしました。
ズボンタイプ、なんかワンピースタイプとこういうズボンタイプがあって、このこっちです。このリボンでめっちゃ可愛いんですよ、ほらめっちゃ可愛い紫でレースで組み合わせて作ってもらった。まあこれからね着る機会があるかもしれないんでね。これコンサート内では存在感なかった。また葵ちゃんと衣装かぶってた。どういうこと？また？よくわからん。ケンジさん、イトちゃん、さやまっちゃさん、キヨニーさん、ありがとうございます。もうね、でもちょっと今日はもう配信はそんな長くないです。明日はもう激激激激激早起きなので激激激激激早起きなので、もう髪の毛取ろうかな。もう配信終わったらすぐお風呂に入れるように。今日はねポニーテール取れるかな。もうこれ取れる気がしない。取れたとしてもこれもうこれこそ爆発もんですね。もう取れんもん。もう最近毎日髪の毛とかなんかしとるけん髪の毛が痛みそう。ああ取れない。早朝すっぴん配信だよねって鬼か。鬼だな。いやあ無理無理、普通に無理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 、配信できる時間にはもうって感じだから。取れた。まあこれね二重三重とされているのでね、これって取れない。諦めた。もう諦めた。本当にこれ取れないんですよ。ここまで下がってきたけどさ、もう激強です。もう諦めました。でも自分で切るのは怖いよね。なんか髪の毛を切りそうで、いやなんかね切る隙間がないぐらいほらもうギチギチだから、うん、ハサミを取りに行くのもめんどくさいし、本当に取れない。ポニーテールはね、この大変さがあるんですよ。あ、取れた取れた。解放感。
画を見てもう解放感爆発です。これはあもうここがクマ、クマみたい、あクマみたい、クマヘア、クマヘアじゃない、なんかここがここが地味に出とるけん。ブラシで溶けばこれがねどうにかなります。でも毎と毎あでもこれはもう今日は結構いつも以上に あ、いいじゃん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 、はあ、解放感、頭皮の解放感です。なんか佐藤さん、佐藤豊さん、あの編集者のトップウェルネオの時にもお会いしたんですけど、褒めてくれてる褒めてくれてます。この方ね、なんか前から何かとサラのことを褒めてくれてるツイートしてくれるんですよ推しメンなんかな、サラのこと本当にね、いつもね何かと褒めてくれてるんですよ。トップウェルネオまたソロで呼んでくださいよソロで呼んでくださいよって感じ。こんなに何かと褒めてくれるならソロで呼んでくださいよ。まだあの初選抜の時にね4人でやったやつぐらいしか食べるねを出たことないのでね、出してくださいぜひみんな言っといてください。ね、単独インタビューしてくださいよ。あ、ほらポニーテールを取ったから頭皮があれだから前髪が伸びた、この引っ張られとった分が戻ってきた。今日差し入れがねもう過去最大ぐらい、過去最大ぐらいねあって、なんかねサラのお気に入りがねあるんですよ。衣装さんがくださったやつがアイシングクッキーがあって、めっちゃ可愛い、これめっちゃ可愛くないですか。クッキーなんですよこれ、アイシングクッキー、めっちゃいろんな種類あってこの船をもらいました。かわいすぎる。なんかこれもあった、これどこ、これもあった、5周年のロゴ入りクッキーもあったし、これもあった、しかもこれハート、ハートなのすごいよね、ハートのどら焼き、ハート
ートなんです。そう、弥生見に来とった。まあ事前に普通にそう見に来るっていう話をしてたので、まあし普通に知ってたんですけどマカロンを差し入れしてくれた指針かな。指針かなって感じ。マカロンを選ぶなんて。また遊び、そうずっとね遊びに行こうとしてるけど、そうまあサラがねその5周年とかでいろいろ忙しかったので、そうなかなかね遊びに行けれないんですよ。この前会って、この前遊んだ時カフェ行った時に会ったぶりに会った。まあそんな全然サラは全然そんな久々感はなかったけど。あ、そうだ、あとあれなんですよ、リバティエッジ、あの多分モニターで なんかあのしれっと多分発表されてたと思うんですけど、開演中に、開演中にあのリバティエッジっていうあのアリカンとかの T シャツとか赤リンゴトレーナーとか販売してたやつの次回作がそうサラと田中美穂で、そうまあ実はねもうデザイン進んでるんですけど、そう、そう、それをね販売、まだいつ販売だろう、まだ分からんけど、まあデザインが進んでるのでそちら販売まあいずれされますので、そちらもお楽しみにって感じです。それはなんかもうメンズとかどうこうとかっていうあれじゃないので、そうあの今まで STU メンバーがねやってきてた感じのあれです。もう普通にそんな一からデザインとかじゃないので、あれは、うん、そうなんですよ。まあいずれ販売が多分受注なんですけど、そうアリカンとかのやつの次回作が出るので、まあそちらもね待っといてくださいって感じで、まあでももうめっちゃシンプルにしようって思って、なんかなんやろう、サラそう T シャツ今まで出して UCC T シャツとかそういうのは、まあ生誕 T とかはなんかもうなんていうんやろ、イベントとか公演の時とかにしかこれ着れんようなやつやけど、そうじゃない普段にも使えるようなやつを今回のリバティエイジさんではやろうと思ってて、まあまあもう進んでるんであれなんですけど、まあお楽しみにってことで、じゃあちょっとそろそろ終わろうかな今日は。はい、今日は5周年コンサートありがとうございました。以上で今日の配信は終わりたいと思います。エルサントさん、めっちゃ可愛い人、さやまっちゃさん、カズさん、新潟のひろきさん、ありがとうございます。ということでお話し会追加申し込みしました、ありがとうございます。あ、そうね、お話し会の申し込み明日までだ。そう、お話し会の申し込み明日までなのでね、あの8月の分買えるのは明日までなので、8月の分は明日までで、なんだっけ、8月のリアルお話し会に応募できるというか、リアルお話し会 に応募できる分も今回までなので、まあどうせだったら今申し込んだ方がリアルお話し会の広島浴衣の時にね応募できるので、今がおすすめです。まあ
最後の時間が全部おすすめなんでって感じです。そうなんですよ、そんな感じで申し込みは明日の13時までなのでお忘れなくってことで、ランキング読みます。48位、虹色、47、24位、シシパールさん、13位、ピロシさん、12位、カズさん、11位、タツオ1783、10位、ゆかっちゃん、9位、新潟のひろきさん、8位、キヨパンさん、7位、甲子園の法廷高田さん、6位、ゆちゃん、5位、セリアさん、4位、すけさん、3位、赤色サンタさん、2位、浅香さん、1位、おいでます元気さん、ありがとうございました。ということで本日はありがとうございました。明日は早起き、あ、明日は配信まあ多分できないんですけど、まあ仕事頑張ってるんだなと思っておいてくださいということで終わります。ありがとうございました。